怖い、大丈夫かな、タイコはちょっと、じゃあちょっと本当に見守っててください。今日なんかクソ忙しい中ありがとうございました。あ、大丈夫、うん、全然大丈夫、ありがとうね、本当に急に来てくれて、うん、またね、またね、頑張って、ありがとう、バイバイ、バイバイ。でこれでちょっと待ってくださいね、今ポルカ先輩出すんで、じゃあやっちゃいますか、リバーシーやっちゃいますか。ちょっとクヨ、今までリバーシー2回先輩と戦ってるんですけど、お、あのなんか隅をえもう取っていいんですかみたいな状態になってしまって、両方とも、はい、で3手待つっていう、なんかちょっとなんか申し訳なくなっちゃって、3手待ったりしたらなんか逆転負けするとかやってきたんで、あ、タイミングわかんない。あ、そういえば今日ごめん、うん、あの まだちょっと把握してないんだけど、これ何本選手、はい、何回か、3回です。3よっしゃ、3種類戦って 1-2 になるか 2-1 になるかですね、うん、でもナメットしたつもりはないんだよな、なんか圧勝しちゃったらなんか嫌だなって思った。いやだけだね、いっぱい取ったら最初勝ちでもないからね、これ。あ、そうそうなんですよね、なんか最初の方結構ポヨが黒でーす。え、待って、ポルカ先輩うまいなってなってる、やば、怖。いや、それはあのあれだよ、あの小よりをあの惑わせてる。そんなことない、そんなことない。待って、高飛車は違うって言われた。うん、違うなって思いながら、なんか、え、ポルカ先輩うまいのがなんか伝わってくんな、盤面から。弱い、え、弱いって言ったよ、すぎねえ、今弱いって言った、やばい、やばい、熱け、熱かけに弱い、熱かけに、 あでもやっちゃったね、やっちゃったな、それやっちゃったやつだ、これ角取られ、うん、角両方取られる、角の横線ない、角の横、あー、どっちから取っていこうかな、下の両方、上か、下の両方取って赤いよ、なんて、下の角は両方、ポルカ先輩から見たら上の角は両方取って赤いよ、そうなん、ちゃんと方向のこと考えないと偉い。とちまちでリバーシ毎回やってからな、ダメだ、下のここの角も取ろうとしてる、ねえ。ちょっと待て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 、こっちも取られる、なにこれ、地獄、え待てね、え、なに、なんか修行でもしてたの、リバーシ、こんな修行ですか、修行してましたね、ここでいいのか、普通に、はい、そうだクソがここしか置けないよ、これがうめえやつのやり方なんだよ、永遠にパスって言わせるんだろ。同じこと同じこと、これね、角をこうやって置いたらね、良くないっていう、ちゃんとやっといた、同じことをやっといたんだよ。